なんか好きな人が来たとしても、あっちの方に言って今度は俺が繋いでいくから。じゃあ、キいや、何決めてない。あいおいででかんかりまやめようか。こんな早く終わっていいんですか。帰りたくないらしいです。あまり佐賀に来ることがないので、あの佐賀の空気を目いっぱい吸いたいなっていうところと、まああの、はい、県庁所在地ですからね。これだけ立派ですからね、周りも丸ボーラも売ってますし、あ、いいですよ。何が先生に言うのか、僕は大丈夫ですけど、僕のお茶はどんどんぬるくなりますけど。いい汁ね。そしたらせっかくなので、先ほどの皆さんまだ手を挙げてらっしゃる方がたくさんいらっしゃいましたので、皆さん話してもらって大丈夫ですか。よければお二人に質問したいという方、よろしければ手を挙げていただけます。そうですね、JFM らしいサッカーができたかなとは思っていたんで、まあ、次につながるいいゲームだったと思います。このマイクを出されて、ここに生涯学習家って書いてあるんですけど、まあ本当に生涯勉強だなっていう、まあ昨日もいい面もありながら悪い面もありながら、あその中で、まあ、前進するにはじゃあ何を必要かというところは、今日またそして明日休みなんですけど、そこで思うのをしっかり勉強することが大事ですし、その週明けの休み明けのところでまたみんながこう意見出し合えるようなふうにやっていきたいなと思ってますし、まあ、今はね、状況が状況だけに、いくら僕らがここでした、ああでしたというところで、皆さんが本当にそうだと言ってくれるとは思わないし、これだけ僕らが成長して、まあ、少しずつ成長して大きくなっていく中で、大きくなればなるほどアンチというものは増えずに、出てくるわけで、その人たちは増えることは別に問題ないんですけど、しっかり本当に本質的に応援してくれてる人っていう人のためにしっかり僕たちはやらないといけないと思っているので、昨日のゲーム、ここの皆さんどうでしたっていうのを聞きたいんですかね、逆に。いやー、勝ってよかったです。まあ、僕負けられるようになったっていうのを聞きたいんですかね、逆に言うと。まあ、僕のフェイスブックでも今日勝ちましたっていうことをアップしましたけど、皆さんノーコメントですよね、ほとんど。ってことは、どれだけ勝ったところで、今の状況が状況だけに当たり前だろうとか、これは本番じゃないと、次の清水戦に勝たないと意味がないと、そういうふうに、まあ、言い方はおかしいですけど、上からじゃないですけど、そういうふうに捉えられていると思ってますので、まあ、そこが僕たちの勝負の場所だと思ってますし、それにしっかり、答えられるようにというか、それは振り返るとかじゃなくて、積み重ねていくものだと思うので、しっかりやっていきたいなと思います。ぜひですね、12日土曜日の清水戦はホームで勝利を収めていただきたいと思いますね。
気持ちが質問されたい方がいらっしゃいますか。さっき挙げられた女性の方出発ですので、後ろの方に選手バスがあるんですけど、皆さんこう選手バスに乗り込むときに座る場所が決まってるのかなというところを聞きたいなと思います。はい、大体決まってます。僕は豊田選手の前です。大体まあ、大体代表の方決まってますし、僕なんかはもう、ミリ単位で決まってますから。ミリって何や。窓から何ミリで、それは皆さんにお教えはできないですけど、ミリ単位で決まってますね、僕は。大体決まってますよ。それで、メンバーに入らなかった選手っていうところの前後だったり、バスによってもですね、なんていうんですかね、席数が多いバスもあれば、後ろゆったりめで結構前もゆっくりってなると、まあ、後ろの選手は大体決まるんですけど、前の選手が、あれ、ここにいつものバスだったら席があるはずなのに、このバスはないじゃんって言われて、結局そこで強い人が座っちゃって、うわーってなって補助席とか、そういうこととか、じゃあ一緒に、2席のところに2人座ればいいじゃんってなるんですけど、まあ、みんな結構体大きいんで、それだったら補助席座るわっていう人の方がスペース空けて、そんな人の方が多いですね。大体決まってます、はい、僕はちなみに、はい、あそこら辺ですね。まあ、教えても僕外見ないんでね。僕が見るのは外に走ってる車だけなんで。ありがとうございました。ご質問いただきまして。それでは、時間的にもう一方ぐらいですかね。ご案内をよろしいですか。そしたら、先ほどからずっと手を挙げていただいてた。谷口選手に質問です。いろんなポジションで使われることが多いんですけど、もし谷口選手が監督兼選手だったら、自分はどういう使い方をされますか。すごい難しい質問ですね。結構シビアな質問ですね。はい、センターフォワードといえば僕が横にいますから。かといってね、まあ、トヨと一緒にフォワードで出ていたいという気持ちもありますし、まあ、ディフェンスで守りたいという気持ちもあるので、対戦する相手とかによってもまた変わることなんで、そこはあまり明確なものはないです。まあ、でもどこのポジションをやっても自分の中で課題もありますし、その課題に向かって一生懸命取り組んでるんで、すごい前向きに挑むポジションもできているので、ありがたいというか嬉しいですね。はい、この2人だとね、指導者のライセンスになるんですけど、何しか持てないですから、何がまあ監督になれるかな、何自身はもう監督になるかどうかっていうのは、ね、まだ分からないですからね、僕はまあ、一つ言っておきますけど、監督になることないです。朝の9時とか9時前からですね、この方がいらっしゃいましたので、
その頃僕らはまあ眠いの中なので、ナイトゲームをして、10時にスタジアムを出て帰って食事をして、寝るとなるとどうしても2時3時になります。僕らはアドレナリンで寝なくても寝れません。なんで今日とかもまあリカバリートレーニングなんですけど、本当まあ、早くクラブハウスに行って準備している選手もいれば、まあ、僕はどちらかというと試合の後は睡眠時間が欲しいので、まあ、ギリギリとは言いませんけど、なるべく寝てるんですけど、まあ、そういった中で、それぞれその生活は違いますけど、一緒にこう成長していくという上では、一緒だと思いますし、僕たちも皆さんも一緒になって、このクラブを方向に持っていきたいっていうのはあると思うので、なのでだからこそ9時から並んでくれたんだと思いますし、本当にありがたいことだと思います。それにしっかり応えられるように、まあ、毎回この中でもスタジアムに足を運んでいただいている方が大半だと思います。大半だと信じたいですし、そういった方たちのためにしっかり、僕たちはこの皆さんのことを目に焼き付けて、よりまたスタジアムだけじゃなくてね、日々のトレーニングから、精進していかないといけないなというふうに思いますし、それが口だけではなってはいけないと思います。それがプロですし、しっかりやるべきことをやって、皆さんがまた、スタジアムで笑顔になって帰ってもらえるように、それだけが僕たちのできることだと思います。僕たちプロサッカー選手なので、基本的にはこういったイベントをすることが第一の職業だと思ってないので、まずピッチで結果を残して、それで、皆さんに何かを還元するという、その意味合いの方が強いと思っています。その中でこういったもので、コミュニケーションを取っていければなと思ってますし、そこは僕たちもしっかり捉えて、皆さんも理解していただいて、これからやっていきたいなと思います。今回は鳥栖じゃなくてね、こうやって佐賀で、まあ、本拠地のないところですけど、そういったところでも、にもかかわらず、これだけ多くの方々、そして朝早くからね、来ていただいたということで、非常に僕たちはありがたいですし、まあ、本当にやらないといけないなと思います。ですので、まあ、いろんな思いはあると思いますけど、しっかり僕たちを信じてついてきてもらいたいなと思いますし、ついていくだけじゃなくてね、僕たちは必ず皆さんの後押しが力になっているので、一緒になって戦ってほしいなと思います。僕たちもそれに応えて、しっかり頑張りたいと思います。今日だけじゃなく、土曜日は友達5人連れてスタジアムに来ていただければなと思います。はい、冗談じゃなくて本気でよろしくお願いします。そして、まあ、最後になりましたけど、引き続き昔のように僕のフェイスブックにいいねと押していただければと思います。この状況に応じて、見られてるなというふうに思いますので、これならもうアップやめようかなと思いますけど、まあ、最近はちょっとね、プライベートなこともアップしてないんで、ちょっといいね伸び悩んでますけど、まあ、今後もまた夏行ったところなんかの写真とかアップできるという宣伝ですけど、まあ、それで僕金儲けしてるわけじゃないですから、最初はまあ、そこの一つのコミュニケーションツールとして、やってるのは、まあ、最近この反応を見てると、なんかこうストレスを感じるので、しっかりそこもこのストレスになるように結果でまず答えて、その上でしっかり皆さんに答えてもらえるようにやっていきたいなと思います。今のところ誹謗中傷もないので、いいんですけど、まあ、僕が直接やってるんじゃなくて管理していただいているので書きたいことは書けばいいんですけど、引き続き、はい、僕の SNS とスタマンとして谷口選手の応援をよろしくお願いします。先ほど差し入れいただいたんですけど、本当にありがとうございます。なんか
このクラブがちょっとずつそういった文化だったり成長していることも非常に嬉しいです。僕が来た6年前なんかはもうそんなもうサインだけ求めるような人しかいなかったんですけどまあその頃は J2 だったのでそんな高望みはしなかったですけど、まあ、僕4クラブ目で、明らかにそういった文化はなかったので、そうやって成長していただいていることは非常にありがたいですし、みんな本当にロックに控えてニコニコして差し入れと頂けたり分け合ったりしているので、本当にこの場をお借りしてチームメイトにありがとうございますと言って、ありがとうございます。今日は本当に予定はまあ1時間ということを聞いたので、まあ、その準備をしたんですけど、意外にもね早く皆さんスムーズに動いていただいて早く終わっちゃうので、あと12分ぐらいなんですかね、もったいないですけど、じゃあ今日帰らせていただきます。まあまあまあ、昨日勝ったんでね、気分よく言いますけど、昨日負けてたらもう早々に帰りたいと思います。まあでも、しっかり、勝ちましたし、これからもこれをいいきっかけにして、やっていくのはもちろん、皆さん何人かの方は頑張ってくださいとおっしゃっていただいて本当にありがたいんですけど、多分皆さんの価値観とか考えの中でも頑張るのは多分当たり前だと思います。選手が頑張るのは当たり前じゃないですか。頑張ってないの嫌ですよね。だから頑張ってくださいって言われるとたまに僕はハテナになるんですけど、頑張ってないのかなという、ね、なのでしっかり採点を尽くします。とにかく、はい、なので皆さんも協力してください。残り天皇杯と8試合ですね、なるべく多くの方に応援していただきたいと思いますし、十分これで伝えてもらってると思いますけど、よりスタジアムでパワーに変えたいと思います。よろしくお願いします。それでは Thank you.